ハワイの高橋です。今日はハンドピースの種類と、握り方の説明をしたいと思います。現在使用しているハンドピースは、こちらです。小型ですが結構パワーがあって、5、6年前からこちらのハンドピースを使用しています。持つところが丸みがあって持ちやすいようにできているので現在は主にこちらのハンドピースを使っています。持ち方はこの刃のついている付け根のところに親指を置いて指と手のひらの間ですね、ここのところに置いて包み込むような感じで持ちます。親指をここの刃先に軽く乗せます。軽く持つ感じで握っていきます。この持ち方だと手首が結構返しやすいので持ち方はこの持ち方を推薦していますが、こうやって持ってもいいです。こうやって持つ人も結構いますね。人差し指を刃先に乗せてこういう感じで彫っていきます。これだと、たまにここの関節のところを痛めたりするので、自分としてはこの持ち方を推薦します。この持ち方の方が、手首を返しやすくて、小回りが効くので、親指を乗せて、持った方がいいかと思います。あと力が、結構入るのでディープカットなどの、ブレスレット、ディープカットデザインのブレスレットのなどを彫るときはこの持ち方の方が、模様が深く入ります。持ち方はこの持ち方かこの持ち方に大体ハワイアンジュエリーのイングレーバーは分かれますね。洋彫りだと親指と人差し指で刃先をつまむようにこういう感じで彫る人も結構見受けられます。ハワイアンジュエリーの場合はこの持ち方かこの持ち方ですね。この持ち方の方が小回りが効いてディープカットにはいいかと思います。最近使用しているのがこちらですね。洋彫りに向いてるハンドピースかと思いますが、小型ですが結構パワーがあります。でこれも持ち方は、自分はこういうふうに持ってます。そうですね、これ小型で、結構手の小さい人でも、持ちやすいかと思います。これも同じように、親指を添えてこういう感じで、自分は彫ってます。それからこれ最近使ってないんですがサンディングするときにですね、サンディングはこうやって垂直に立ててこちらの刃先を使って垂直に立ててこういう感じでサンディングしていきますが、こちらのハンドピースでもサンディングができるので今はほとんどこちらのハンドピースは使ってません。これは軽くてサンディングにはいいかと思います。こういう感じですね。それから以前使ってたハンドピースですが、こ
こちらは本当に最もパワーがあるハンドピースで、硬い金属でも結構深掘りできます。ただ、ちょっと持ちやすさから言ったらこちらの方が全然、こちらに慣れれば、こちらの方が持ちやすいので、これを使ってからはもうこちらは全然使ってないです。これだと手が乾燥してる時ちょっと滑っちゃったりするので、持ち方一緒ですね、ちょっと滑りやすいので、このハンドピースは今は使ってないです。でもハワイのイングレーバーはこのハンドピース使ってる人が結構多いですね。結構多いというかほとんど多分このハンドピースを使ってる人が、多いかと思います。これも持ち方は、親指を添えて持つか人差し指を添えて持つか、大体この2通りに分かれます。で、自分としてはこういう持ち方ですね。こういう持ち方の方が小回りが効いて、深掘りできるので、こういう持ち方で、掘ってます。現在使用しているのはこのハンドピースとこのハンドピースですね。どちらもいいと思います。ただパワー的にはこちらの方があるので、こちらのハンドピースを、おすすめしたいと思います。今日は以上です。ハンドピースとハンドピースの握り方の説明でした。ありがとうございました。